私は以前、岡野武史弁護士のことを、岡本と間違えてしまいました。本当に申し訳ありませんでした。この件についての判決が、間もなく下されます。まあ判決言うてもね、さすがに読み間違いで極刑ってことはないでしょう。いやだって読み間違いで極刑って、そんなのギャグ漫画の世界じゃないですか。吉本新喜劇でもそんなのないでしょ。せいぜい1日の社会奉仕活動とか、それくらいの罰でしょうね。どうも、裁判長の小林です。いやつ。お前の頭身どうなってんだよ。ガバガバじゃねえか頭身がよ。雑こらやめろや。被告人、赤木玲也君に、判決を言い渡します。検察側の求刑は懲役1919年でした。しかし玲也君は最近調子乗ってて、なんかムカつくので、玲也君を極刑に処します。おい求刑を無視してんじゃねえぞ無能裁判長。思いっきり市場が入ってるじゃないですか。こんな横暴が許されていいんですか。終わり、閉廷、以上、みんな解散。おい待て裁判長。さようなら玲也。これでこのチャンネルは私のものだ。いや、次の動画では私復活してますよ。なんで復活するんだよ。リバイバルスライムかお前は。最後までご視聴ありがとうございました。